お願いします。お願いします。ラブチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。せーの、極太ダイナマイトです。お前の結婚の結果が出てやっぱり今青春にやってきてよかったな。本当にいいねしてよ。ということで、はい、5周年記念動画でございます。お願いします。お願いします。お願いします。まあ、いろいろお願いします。こっち映ってまあ、いろいろね、はい、話していこうかなと思いますが、うん、思い出なりを。それで言うならさ、うん、一番最初このカメラをさ、はい、向けて喋った時、こう一番かかってたってずっと言われてたからね。本当だよね。どうでした最初に、うん、だからこうやって自然に今のさ、うん、こう喋れるけど、はいはい、一個なんか乗るというかね。あの、そうなんさ、ええ、恥ずかしいな。なことあったよ。いやめちゃくちゃなんかあったし、ね、うん、自分でもね、うん、なんかあったよ。エンジンというか、あったよね。別のスイッチみたいなのを押さないといいのにっていう話をさ、やってらっしゃるよね。あった。確かにね。そう、あ、それ最近言われないね。言われないよ、だって言われないも何も、もうナチュラルというか。確かにな。いや、そうでした。まあね、おじさんに会ったって言うかもしれない。いや、27ですからね。うん、確かにね。年は取ったね。年はもう取ったよ、本当に。5年やったわけだからなあ。そりゃそう、早いですよ。で、早いで言うと、去年はだって4周年の記念動画を撮ろうって言ってたでしょ。だから本来はこれを 4周年、去年撮りたかった。1年だったんだよ、もうあれから。でも、ね、撮んなくてよかったね。まあそうだね、やっぱ重いよ、毎年こんなんでするの。霧のいい5でちゃんとできるんだったらよかったかもしれない。だし、うん、5周年25万人っていうね、うん、まあ、もうすぐもう26万人、そうそうそう、あと900人ぐらいでね。そうだね、26万人ですけど、出てる頃にはもう26になってるかもね。もうなってるかもしれないし、なってそうだね、このペースでいくとですよ。いや、もしかしたら30ぐらいいってるかもしれないよ。ねえだ、出てる頃なんで感じる。感じないけど。成長してたのに。人としてね、成長したかったから、変わってないし。してるだろう。結婚してんだ。そっか、結婚したね。結婚してるからね。そっか、そうだよ。じゃあ次の5年後赤ちゃんっていうかもしれない、うん、多分いるだろうね。育ててるかもしれない。極太もじゃあ5年経つけど、うん、だから、今年が2024年ですから、はいはい、2019年から、うん、2019年の10月23日に、うん、北部とダイナマイトを結成でしょうか。そうですね、厳密に言うと。そうなんですよ、我々でね、鶏肉便器っていう名前で活動してた時期がありましたので、1年ぐらいやってた。半年ぐらい、半年で北部が売れて、半年で売れたから、そう、ちょうど丸1年なんで。ああ、そうか、5年と半年なのかな、本当は。本来はね、そんな感じでやってたけど。そうか、そうか。北部は2019年の10月にいました。だから5年前、21歳。そう、前の俺のアパートさ、2人で出し合ってましたから。そうだね、本当にさ、本当に金なくて、本当に金なかったんだよね。そう、俺から。カラオケで撮ってたんだよね、金ないからね。そう、めっちゃ安い、ボロいな、2時間500円ぐらいだったよな。そう、めっちゃ安い、めっちゃ安いとこで撮ってて、うん、なんかいろんなこと撮ったね。当時コウスケはまだ同棲してたんだよね、彼女と、元彼女とね、はい、で、なんか居候みたいな居候してるからね。ちょっと俺よりもまた遠くにいて、うん、場所も、うん、だから電車でわざわざ来て、そうそう、カラオケ借りて撮影してるっていうのが鶏肉便器時代。1時間ぐらいかけてきた。結構遠いな。そうだ、ちゃんと遠かったね。そう、そうで、これじゃあダメだなって思ってて俺、うん、だから俺高一に借りようぜって。そうだね、初期費用とかの、その当時ね、まあ、1年間ぐらいは社会人してたから、はいはいはい、ちょっとだけお金がなかったから、その初期費用とかも
全部出して、うん、スタジオ兼家にしようみたいな ね航空とハウスハウス誕生させようって言って今まで撮ってきたあの家帰って、うん、でもさ大成功だったよなあれは大成功だった家借りた瞬間にバンって収益が通って、ね、それはちょっと最初、うん、借りなくていいんじゃないかなって思ってたのカラオケでいいじゃんと思ってたのよへえだって俺も出すじゃんああだからそうそうで別に借りなくてもいいんじゃないかなみたいな気持ちはあったんです最初はそうなんだ結果としてはもう大正解でした、うん、あれはねダメだったのああいうまあだからそういう箱がもう常に借りれるっていうのないと撮影とかの頻度減るし、うん、そうねいつでも使えないっていうのが間違いないうんまあだしよく考えてみるとさカラオケで撮影してうまくいってる YouTuber いない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 カラオケ中だそうそうそう歌う歌う人だろそんなやついないからな確かにそうだねいや大正解でしたね大事な決断だったなあれは、うん、そうそこでまずそうだねカラオケでねうんともすんとも言わずでも、うん、家借りてからもいろいろやったよな結構動画もう本当にモッパンの動画とかやりましたやりました魚さばいたりとか大したわもうあらゆるジャンルやったよ流行り物みたいだろ全部とりあえず乗っかろうってやって、ね、でそれこそ YouTuber っぽい企画もね、うん、ガリガリ君は当てるまでとかやりましたね牛丼全部混ぜるとか、ハーゲンダッツの味全部混ぜるみたいななもういわゆる YouTuber みたいなことしたやりましたまあ、後発なんでねそうだねもうその手の YouTube も全然味しない状態でしたねそうそうそうなんか誰がやってるかが大事なんだなっていう、ね、内容の企画だとだから足す2人がやっても意味がないですっていう話になって全くそうだったわでなんか希望があったのが、うん、なんかクイズとかの動画出した時にそうなんかディズニーとか、うん低い鳥が回ってて要は誰でもいいというか、うん、誰がやっても見られるような内容じゃないと素人2人の動画なんて誰も見ないんだよねなあと引きがないからねそうそう俺より離れてないですから何よりもね、うん、まあ、うん、全てないから何も持ってないから光るものがないからねだからそういうそっち系がいいんだなと思ったジブリが跳ねたんですそうなんですそもそも需要があるものじゃないと俺ら二人じゃダメなんだっていうジブリ都市伝説みたいので跳ねてそうなんですよで跳ねたんだけど、バンされたやられましたねねスタジオジブリからね著作権の報告があった時は本当に血の気が引きましたよすいませんでした本当にその説はご迷惑をおかけしました、はい、申し訳ないそんなありましたね速攻動画消してね、まあ、悲しかったですけどまあしょうがないなまあまあまあ10万ぐらいバーンとあったんだよなそうなんだよねでそれで2ストライクぐらいまでいっちゃったんだよねそう3ストライクいったらもうチャンネルバーンになっちゃうっていうんでだからおとなしくして1ヶ月動画出せなかったよね、うん、そうだねでなんか都市伝説復活しますみたいなそうそう撮ったわ撮ったわ、 撮ったわそれでコツ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 やったら意外とも意外とよく意外とまあでも多分、うん、一番きっかけになったのは TikTok を始めたことかな、ね、TikTok がバズって、うん、で結構 YouTube もそれに付随してね結構見られてた結構見られたそれでガガガって一気に3、4万までいったよそう楽しかったね、あの時は、ね、俺はずっと楽しいけどねまあ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 だろうなびっくりしたから、うん、その高一となんかちょっと今撮る前に振り返りの話した時に、うん、いや俺普通に辛かったよみたいな話した時にそあそうなんだみたいなどこが一番辛かった何万人ぐらいが辛かったの2年前ぐらい2年前2年前の冬ぐらいだから何万人だ10万いってないいってるぐらいかな2年前の冬はでももうちょっとあれだったよ3年前の冬か3年前の冬かなが一番辛かったね、はい、もうね TikTok
がシャドーバンになってるわけです。そう、めっちゃダメでどうしようもなくて、そもそもバンされてるからね。そうそう、 TikTok に関してはそうなんだよ。やなんかさ、この話してると俺ら過激なやつみたいなさ、ツーストライクとかじゃないけど、あの YouTube は俺らが、ね、著作的に多分悪かったんだけど、TikTok は完全にまだあの本当最初ってね、 AI がバカだったから、そうそう、運営側の AI が未熟だったから全然普通なのにやられちゃうみたいな、結構俺ら以外にもいたんだけどね、それはね、うん、5番だったって、そうそう、申請したら戻ってた、ね、そうそうそう、けどそのサイレントというか、内部的には結局シャドーバンっていわゆる、あの全然みんなのおすすめに乗らない、うん、っていうのがあった上で、うん、TikTok にはもうそうなると頼れないって思ったのよ、うん、だから TikTok デブにするといつかシャドーバン来た時に YouTube も共倒れになっちゃうから、うん、別々で運営しなきゃいけないっていうのを思って、うん、YouTube の動画を TikTok に載せてなかったんで、その時、うん、だからそれはそれで当たり前だけど YouTube だけで回すことは当時できてなかったから、うん、っていうのがあって、うん、本当にきつかった。何にも伸びないし、作っても、うん、成長の見込めないチャンネルだみたいな、モクさん、うん、これきついなって思って、本当に当時は FX の本とか買おうと思ってました。だからさ、早いよ。なんか、真面目なくせにさ、なんか、ちょっと言い方が変なところはある。いや、でもそもそもね、そう、やっぱ相方が期待できないから。おいおい、よく言うぜ。いや、結果、俺ずっと言ってた、大丈夫だから、大丈夫だから。信じろよ、俺は。信じられへんよ。結果、いいとこまで来たよ、お前。いや、本当に、運ですよ。分かってたよ、大丈夫だからって言ってたよ。こいつ、大丈夫しか言わないんだよ。だって、大丈夫なんだもん。そうね、そう、だから、その時は本当に辛かった。そう。もう、しかも、だから、24とかでしょ、うん、で、周りはもう、普通に働いてたわけだから、うん、自分たちだけこれじゃダメだろうなみたいな、なんか危機感すごいあってっていう地獄の時期だった俺にとっては。そうなんだ。一方その頃、はい、あなたどうでした？めちゃくちゃ楽しかった。こんな違うマジでずーっと面白かった。最高だな人生。おい、なんて面白いんだみたいな。いやでも良かったよ逆に、うん、コウスケが俺と同じようなその感じ方だったらもう終わってたの、あの時。だってそのなんか勝手に沈んだ TikTok がバンにされた時、確かにね、お前が顔真っ青にしてコウスケバンになっちゃってみたいな、うん、真っ青にしたけど大丈夫でしょ、しかも問題なかったんです。それだから意味が分かんないよって。いやだからずっと言ってるけど、ずっとちょびっとは言ってたからね、まあまあ、右に沈んでないか。いやでもその時期はちょっとあれだったよ、やっぱり。いや、そのバッて言った時と比べればよ。まあ確かにな、っていうだけじゃん。なるほどなるほど。っていうのがあったから、うん、何を長期で見ろよって思って。短期で見すぎだ。短期で見すぎって。きついなこいつ。その時もずっと楽しかったし。楽しそうだったね、コウスケは。だってそれこそ高一がね、今奥さんと同棲する前に家、はいはい、うん、ね、そのね、ちょうどその TikTok がバンされたぐらいから、うん、ぐらいに3年前ぐらいになって、前のな住んでた家住み始めたもんな、高一の実家で。そうだね、4年前だね。もうそう、4年前とかで、うん、しょっちゅうお前の家行ったし。そうか、そうだね、遊んでたって。コウスケの友達も来てたしな。俺が勝手に、あの俺今友達いるからお待ちって。意味わからんってマジで。夜中にな。そう、2時とかに来るのこいつマジで。本当にさ、意外にしとしいよね。そんな男が。そうなんだよ。辛いわけない。そう、俺の気持ちがわかるわけない。こいつ楽しいんだもん、そんなの。いや、そうなんだ。なんかこっちからしたら遊んでて金は入ってくるみたいな。確かに確かにな。だからそのこういうこう波があるから、その YouTuber はさ、うん、それがもうしんどい人なんか
よね。そう、それはね、やっぱね、感じるよね。いや、お前がおかしいんだけどね。その波を感じないのは、もうお前のそういうの才能ですよ、それは。いや、まあ、でも、そうなった後も、うん、なんか、やっぱ上がった時期、例えばそこでさ、あの、CBD オイルの案件とかも来たりしたの。はいはいはい、うん。そうだね、そう。でね、その時、初めて案件でさ、案件もらう日、月のお金はいいねってね。盛り上がったね。やばかったね。あれは。汁が出たね。こんなに案件っていいんだ。ああ、素晴らしいねって思った。あれは最高って。案件待ってます。欲しいですね。伸び続けてますからね、悟空とは。そうだね。だから前の案件も良かった。めっちゃ反応良かったらしい。ああ、そう、うん。ぜひお待ちしております。はいはい、で、やって、その案件とかで、うん、こう、結構いいねみたいになってから、またちょっと、そう、下がったりね。落ち着いてね。落ち着いてとかが。だから、その落差がしんどいのかな。しんどかったのかな。でも当時は、そう、俺が、ね、一番しんどかった時は、そう、ちゃんと稼げてもギリなかったんだよね。うん。だから、カツカツではあった。だから、コウスケは多分まだ、その、1年働いてる分のさ、うん、貯金とかがあった。いや、ないないない。あ、もうだって投資したじゃん、全部。あの家賃のさ、バーンって上がったし。なかった。だって MacBook もバーンと買ったし。あ、そうそうか。あ、じゃあ、ただ俺が辛いだけだったんだな。言うてだよ。その、辛いって言ってた時もさ、だって別にそんなもらえてないわけでもなかった。いやーでもね、なんか2、3ヶ月はやっぱね、そんなもらえてなかったね。その、たかが3ヶ月でしょ。そう。そんなの、どうってことないよ。来るよ、また。また来る？そうだよな。どんといろよ。大丈夫だから。それはでも、来るなとは思ってます。波とかは。うん。波はあるから。いつか。で、すぐポンってなる。いつか。その時もだから、だからその辛い気持ちに付き合ってほしい。いやだから俺はその時も、まあ辛そうだね。まあまあでも、もうそうなることはまあだいぶないだろう。まあそう、今のとこはそこまで、ね、あれ以来その気持ちにもなってないからね。そういう辛い時期があった、ね、ありました、本当にあった。今は最高の気分な、やっててよかった。本当にやっててよかった。ありがとう、コスケ。感謝しかしてない。そうだ、そうだな、うん、全部コウスケだからね。誘ったのもコウスケ、家借りたのもコウスケ、 TikTok を始めようって言ったのもコウスケ、重大な決断うまくいったのは全部コウスケでしたね。だから01100みたいな。ああ、そうかもしんない。本当にそういうことですよね。たぶん0100までなんとかできないですか。重大コウスケ最近頑張ってるじゃん。最近頑張って頑張ってたでしょ。最近は本当に頑張ってたね。考察部屋もいい調子じゃない。最高ですよ。考察部屋を作ったのコウスケだからね。うん、素晴らしい。考察部屋もほらやろうと、ライブ配信でやろうかなってな、赤くもらおうって言ったのも素晴らしい。ゼロイチの王じゃん。作って、いや確かにありがたい、本当に。で、なんとなくさ、うまくいくじゃん、それ。そうだね。天才ってこと？いや、そんなことないよ。調子乗っちゃいけなくて。もちろん失敗したのも数々あります。しかも、高い高い25万。本当だよ。100万人がいてたら、天才だよってなる。そうそうそう。これで25万、まあいけるだろ。何人？一歩ずつ。いや、ずーっと。ずーっと極太とか言うのは、今年は売れる。いやー、ダメだったね、結局ね。売れる日、売れる年は来ない、俺らには。いや、今年だよ。うるせえよ。ずっとそう言ってんだよな。10周年を撮る時には、うん、いやー、売れましたね。で、始まったね。それできたらもう最高だね。こんなとこじゃないよ、もうそしたら。こんなとこってあれだけど、違う。いやさ、違う。やっぱちょっと潜在的なモラがある。違う。お前は。やっぱり。言葉を間違えただけ。言葉を間違えたら。そうだ、そうそう。でも、俺は間違えないから。そう、お前さ、言うけど、ちゃんと間違える人だよ。そんなね、全知全能じゃないよ、お前は。出現
点が多いな、高1っていう。いや、そうかもしんない。本当に、その辺は気をつけないといけない。そうです。今後についてじゃあ、あるちょっと今後ね、うん、超大きいところでいくと、うん、やっぱ YouTube 当たるの、うん、100万人で金の盾をもらうっていうのはあるけど、うん、まあ遠いじゃん、それって、ね、なんか最終的に2億稼ぎたいみたいなぐらい遠いじゃん、確かに。だからまあ、まあ、近いところも30万はさ、うん、まあ、やっていけばいけるから、うん、ってなると50万人あと5年かかりますよ、計算上ね。計算上ね。計算上。え、でも5年行ったら行くわけだから。確かにな。今5年で25万っていうことは50万人ね。ずーっと運。ずーっとここまでさ、うん、運だったじゃん。うん。だから今後も運なわけで。はい、はい。今後5年も。今後5年も。それを予想しようも何もないよね。うん、あ、いや、予想っていうかどうしていきたいか。だから運だから。うん。サイコロ振るだけの日々じゃん。当たったらいいけど。いや、そう。いや、だからいいんだよ。だから当たった、宝くじ当たったらどうしたらいいって話をしてるんだろうね。そう、そうね。今後のね。でもずっと俺は25万でもいいよ。正直。はあはあ、ずっとこのままでももう幸せではある。ああ、素敵ですね。別になんか。変わんなくても大丈夫。今が続けば。今が続けば。なんか停滞はね、死にます。孫会長。まあ、でも、うん、いやいやいや、全然俺が、やっぱ、こう、高一と見たい景色は、全然こんなもんじゃないですか。達成。でも、だから、景色とか言ったら終わりよ。だから、この5年後は、だから言ってんじゃん。これビーチになってこれ、トロピカルフルーツ飲みながら。ほんとだよ、お前。10周年。マジで10周年トロピカルフルーツ。そう。頼むぜ。トロピカルフルーツ飲みながら。うん、頼むよ。ほんとは。ハワイとかの、セブ島とか の、うん、あの海をバックに、こう、もうストローをさ、なんかこう、クルンってしてるような。なんだろう。ちっちゃい傘ついてるよ。俺、今のままでも言ってたけど、そういう風にだけはなってほしくない。なんでそれ1個あるわね。そのずっと運だから、うん、今後5年で、うん、めっちゃうまくいく可能性もあるわけじゃん、うん、もしそうなったとしてもなんか外車とかには乗んないよし多分ね、うん、意外と乗ってる俺が俺が意外とあそう意外と乗ってるかもいやでも嫌だな乗りたくないないや違う経費だから怖い嫌な大人だなお前がでも一番そういうのすると思うから経費だからって言ってそんなとこあった今までよりそんなふうに思う時あった車はなお互い別にそんな、うん、なんかそんな趣味かあれじゃないけどでもあれだよ、ま、マッチンキンの時計するああもう嫌デートなとかつけて最悪だよね面白くない鼻につくそんなのそんなの面白くないザクッと話してそうデートの付き上がってマジで面白くないからそれだけはジラッとしてでも、うん、みんなのことバカにするそれはいいよそれはいいそれはいいよ曲がっているよこれからも、うん、こう極太が続いていくことがいいってことだよねそうだね5年のっていうなんかまあもっと大きく成長するのもそうだしもちろんもちろんねそうね、失うぐらいだったら停滞がいいよなるほどな、うんまあ、失いたくないよ俺はお前をちゃっ失うねもう今日からすごい今終わったなって今そ多分そこだったの俺らにここが限界死の足音が聞こえたそう覚えてる俺が言った言葉を何ですか3年前4年前、うん、泥酔企画でうん剛介はどうしたらいいんだよてっぺん取りたい今何して剛介は俺うんてっぺん取りたい100万人100万人登録フィーダサすぎる
や多分さあれ泥酔してたけど、うん、あそういうノリだっただろうな、ボケだっただろうな。あ、面白い。全く覚えてないんだよ、全く覚えてない。大ゲロ入ってたね。じゃあ苦しかったことさ聞いたけど、うん、あのその時3ヶ月その振るわなかった時、うん、この5年間で、うん、結構ピークでよかったなみたいなある。え、もうマジで直近 1,2 年ぐらいはずっともう変わらず、ずいやずっと最高なの。あー、その今であればあること、ね、そうそうそう、もちろんこう右肩上がり成長してるからっていうのもあるかもしれないんだけど、うん、ずっとすごく良くて、ほう、気分も、あー、うん、だなんか大学生の時とかに、うん、こう考えてた理想を、うん、みたいなのを今全部叶ってる状態なのよ。確かにね。そう、特別な生活をしてるね。普通そうだよね、うん、普通の人からしたらね、うん、だからなんだろう、目標がないのが今悩みなんだよね。目標とか悩みもないですか、特段。それが悩みというか、あ、悩みがないのは悩みですよね。なんか思ってた通りになっちゃったから今、うん、お前鼻につくな。そうだよな。わかるわかる。え、わかるよ。多分今のこの結構忙しい時代に、うん、時間もある程度取れて、そうだ ね、で、なんだろう、誰にもさ指図命令を受けない、うん、多分それがでかいよね、うん、ストレスがない、するし、出社もないしな、うん、で、結婚したし、うん、で、やりたいしなことやってるから、本当になんだろう、目標がないんだよね、今マジで。いらねえ、そんな。え、ずっと幸せに生きることを目標にしてください。いや、そうだよ。なんかでも、目標がないから、それはそれで良くないのかなみたいな感じがあるね。いや、だからそれは、うん、僕と大きくさせるべきです。まあだからそうだよね。それがなんか、自分の中で目標にまだね、なりきってないんだよな。あ、もうここの、だから別に今が幸せだからいいやって思っちゃってるのかな。うん、ダメだ。極太を大きくさせようっていうことを考えないと、あれ誰ですか。厳しくないですか。極太マネージャー厳しいな、なんかっていうふうになんか思ってたのよ、ずっと、うん、目標がないのか、なんか良くないのかなって思ってたら、昨日ね、ラプンツェルやってて、うん、ラプンツェルさ、遠くいてさ、ずっと、うん、で自分の誕生日にだけなんか空が明るくなる何かを確認しに行きたい、だから出たいじゃん。それを友人のおかげで出れたじゃん、うん、だからラプンツェルは、外に出たラプンツェルは今の俺なのよ、うん、目標もないの、叶えちゃった人、うん、そしたらそれをラプンツェルが友人に言ったらさ、うん、友人が、うん、次の目標を探せばいいじゃないか、うん、それが楽しいんじゃんって言ってて、なんかどんずばで刺さって俺、うん、あ、これを今楽しむフェーズに入りました。あ、まあ結論、うん、ラプンツェルがどんずばで刺さる浅い人間、うん、あ、これはもう10年はないです。浅い人間、浅い人間。あ、まずさ、正面の人に対してさ、言わないの。あ、そうだ、初めて言われてるもんね。浅いです。君は浅い人間だねって。で、相方がさ、苦しんでる時にさ、ずっと最高、大丈夫だよしか言わなかった浅い人間のくせに。ひどい。ひどい。傷ついた。どうですか。あー、ピーク、だから一番良かったことですよね、うん、いや、でも今かもね。あー、まあ、本当にそうね。何をもって今って感じる、それは。それは、うん、何不自由なく、うん、遅く寝て、遅く起きること。あー、確かにそうね、それじゃない。で、
だから高一は節制してるっていう感じではないけど、うん、ちゃんと朝起きて夜早く寝てるけど、うん、それもなんていうの、自由でそうしてるから意味があって、間違いないね。朝早く起きなきゃいけないだったらまた違うよな。そう、辛いよな。何事にも変えられないのはそこじゃないかな。いやマジでそうだね。その俺らはさ、今瞬間で例えば、うん、美味しいものを食べた時、いい女を抱いた時とか、そうみんながなんかね幸せだなとか感じるところの瞬間で感じるっていうよりかは、うん、こう日々がっていう感じだよな。なるほど、確かに。その時感じるっていうわけじゃないけど、今の状態を考えた時にめっちゃ幸せじゃんっていうか。いや本当にそうだね、うん、めっちゃそうなんですこれ実は、うん、あの俺浅い人間だから、うん、こういう人の言葉でも刺さっちゃうんだけど、めっちゃそうなんですよまあまあありがたいというか。そうだね。まあでもそれはやっぱ2人がそのある程度リスクを取った結果なんじゃないかな、うん、間違いないんですよねこれもずっと正論ばっか言うじゃん親父、うん、だからまあでも、うん、ね、まあ、頑張ったんですよきっと。そうあのこんなんでもこんなんでもね、だからなんか意味があるってことですよね。後ろを振り返ったらね、たくさん足跡があるってことですよね。なんかこうね、やっぱ極太って売れない理由があるなこの動画にな、売れないんだなっていう。本当にこういうのやりきれないんだよ ね、 ね、恥ずかしくなっちゃう。恥ずかしいんですよ、恥ずかしい人間だからねコスケそうねいや本当にそうだわ、めっちゃそうだな、うん、まあでも良かったよ、この5周年振り返る動画でさ、うん、辛い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 っていうより、うん、幸せだな、出るって素敵なことだと思う。そうか、間違いないね、うん、だから今5周年は素敵だってことよ、うん、10周年辛い辛いって言ってないようにしよう。それだね、まあやめろよって言われてそので、5年後続けるって、うん、幸せだね、愛も変わらず、それを目標にしましょう。そうしよう、マジで、うん、本当にもう失いたくないよ。でも失うって思っといてもいいんだろうないつだ重いよ気にすんなよ。でもさ、うん、なんだろう、みんなこうやって今、うん、いいな極太みたいなさ、自由、時間も自由、うん、で、ま、ちゃんと生きていける、うん、羨ましいと思うかもしれないけど、俺は常に一寸先闇なんだもん。でも落ちたら落ちたっていいし、それが違うところなんですよ。わかりますか俺は落ちたくないのだって落ちたら落ちたで楽しいことあるよ。だってつまたつまして、お前めっちゃ面白かったじゃんあの怪獣みたいなとこでやるのってさ、毎日いやだってさあ、戻りたくはないよ俺いや俺もね、あれは辛かったよ、ちゃんと日当1万5000円以上出ててな、うん、1万8000円の時はあったもんな。そうだ、いや若い逆だな、バンカラ朝まで、バンカラ朝まで、若いから楽しかったよ、今楽しくないってマジで。でもこうやって喋ってるだけだったよ、喋りながら。まあそう、ガシャーン今だ筋トレだっつってお前こうやってアームカールしながらやるかも。そうか、楽しいのかな。なんかでもよくないな、お前とこの話するとなんか辛いのが全部楽しいみたいになっちゃうお前がなんか全部楽しくしちゃうんだよ。いや辛かったよ、俺もう保険払えない、滞納するまでは金なかったから。そうだよマジで、うん、ね、レバー当たってもな。そう、レバーで電が緑になってこれはやばいぞ、うん、みんな病院行ってる中俺は、ね、1ヶ月半自然治癒で治したんだ。いやマジで食中毒って普通自然治癒じゃないから自己免疫で治りますって書いてだから若いからだってマジどんどん無理になっていくよまあ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 、その時その時のね面白いとか、そうね、幸せだなってことをね、生きてればいいんじゃないでしょうか。
うん、なんか好きな題材だったこのやってきた動画の中でお気に入りの動画とかある？お気に入りの動画、満足いった一本とか、このこれが極太の推しですみたいな。ねちょっと待って、ちょっと待って、ね、今いろいろ出てこないわけじゃないんですよ。違う、はい、これが結果なんですよ。違う、これが言いたいの、これなの。何が？俺もないよ。ああ、なるほどね。あ、お前ないの？ないよ。ないだろ。ないんだよ。そう、気づいてくれ、みんな。俺もこういちも、うん、仕事でやってんだよ、これ。よくないな。好きであれよ。好きなことで生きていくのが YouTuber じゃないの。いや、ある程度楽して生きていくっていうモットーじゃない、俺らって。これ無理せず楽しく生きていくっていう。確かに。ところどころね、スポットではポンポンってなんかあるんだよ。なんか時間とか結構好きなの。時間の正体とか、そういう難しい系のやつな。知的好奇心系、はいはいはい、とかそういうのなんか面白いかなと思うんだけどね、うん、全部そうかって言われると、まあまあまあ、どっちかっていうと、うん、みんなが面白がってくれるんじゃないかなで作ってる方が多いね、うんうんうん、だからまあ今はいい言葉でくくってたけど、いいじゃん。じゃあ数字が回る題材が嬉しいなって。まあ数字に勝るものはないですけど。そうだね。そうで、俺なんか別に好きでも嫌いでもないんだよ、正直。ああ、まあそうね、嫌いだったら続けられないからね、うん、まあ、嫌いでも続けるけど。まあそうなっても、嫌いってないよ。嫌いってあんまりよく分かんない。そうね、だってでもさ、嫌いで100万あるなら嫌いでやるくね。まあやるな。全然やる。絶対やるよね。好きだしな、もうそれもう。そう。都市伝説とか雑学というな、うん、道具でしかないんだよ。まあ確かにそうか。結局ね、もしだから回んなくなったらパッとやめて違うのやる。釣りチャンネル始めるかもしれない。知らないよね。釣りは無理だろうな、俺らは。なるべく家のやつ。そうだね。外出るの来たらもうぴったしなんだよな。そうなんだよね、マジで。そうやってな、外でロケとかはね、しんどいか、向いてないよ、ね、だってこのスタジオに来るまで 5年かかったんだ。そうですよ。で、歩いてる時もね、これ5年ってたんです。俺遠いなっつって。なんで今日家でそれ分かったの。ずっと言ってたから。ずっと言ってた。やっすね、外向いてないね。向いてなかったな。それはもう分かったわ。はっきり分かったね。家でできることで、うん、また、まあ、ね、俺らがどうこうっていうよりかはみんなが楽しんでくれればね。そうなんですよ。それはでも、今も常に思ってる。そうだね。うん、でも、それが嘘偽りないな。それはマジでな。うん、基本的にはそこですよね、やっぱり。そこは大事にしてるな。うん。なんかちゃんと満足いくように、そうそうそう、面白がってくれたらいいなとずっと思ってるね。高校時代からずっと友達で、うん、今27になるわけじゃん、うん、どういう印象を持ってる俺は。コウスケが誰か、まあ、みんなでもいいんだけど、俺を説明するときになんて説明する？おお、うん、優秀な人材と仕事ではできる。え、変、普通の人間。でもそれが長所じゃん。そうか、そのお前のめちゃそのいい意味で、本当に仕事ができるし、うん、どっちかっていうと、うん、このクリエイター的なは向いてはないと思う。そうかもしんない俺は。だけどそういう言われたこととか、うん、やらなきゃいけないことみたいなところに対してもうそれはもう何不自由なくというか、うん、素晴らしい出来でクオリティで出してくれるというか、だから編集とか、うん、そういうものに対してのこうなんていうか品質とか高いと思うし、なるほどね、やらなきゃいけない事務的な作業とかも、うん、多分その同世代だったら秀でてるなとは思うから、そういうところじゃないかな。なるほど、なるほど。おお、うん、いいっすね。なんかすごく自己肯定感が高まりました。あ、でも
そういう点で誘ってるから、まあ、そもそもがそうなのか。そう、なるほどね。私別に友達としては、まあ、別に特に普通に俺の、うん、なんだろう、高一が特別云々っていうか、俺みんなにこうじゃない、お前はね、うん、ずっとそう、多分知らないけど小学校からさ多分小学校からこうなんですよ。だからまあ別に仲のいい友達っていうか、なるほど、ね、てかずっと変わんないそれは、ね、別に仲いい友達でただ優秀なやつで、うん、感じかな。気持ちいいな、なんか、うん、すごく気持ちがいい。まあポンコツなとこもあんだけどね、えたまにねだからそういうことはできるんだけど、うん、なんかたまに大丈夫かよ心配になるときはあるなんか変なとこはあるからちょっとね、あ、まあ、人間誰しもね、人間誰しも、あとたまにこうガッてなっちゃうときがあるから何それちょっと なんかちょっと折り切れないときがあるからね、いや俺はこうだからみたいな。あ、なるほどなるほど。たまに柔軟性がたまにない、そうね、多面頑固になってる時があるけど、俺が思う康介はね、うん、最初の方とかは、うん、なんだろう、ふざけたやつ、うん、その学校生活とかね、はいはい、まあ今もふざけてるんだけどおい成長したって話じゃねえのかよ多分ずっとふざけたやつだけどおい、うん、でも、うん、YouTube を始めてからは、うん、なんか、うん、アイデアマンみたいな感じなの。なんか そのふざけたやつにアイデアマンみたいなのが付け加えた、もともと持ってたのが俺が見えるようになったのか分かんないけど、うん、まあ多分ね、うん、思考回路がもう全く違うから俺と康介は、うん、だから俺にない考えみたいなのが、うん、なんかね、意味分かんない角度から入ってくるの、うんうん、それがね、なんか気持ちいいんですよ。へー。あ、じゃあない視点を持ってる。そう、なんか知らないとこついてくる時が結構頻繁にあって、しかも、はい、もともとというか気質としてはね、もう俺は絶対に YouTuber 向いてなくて、うん、まあ、そうだね、でも康介はそこはめちゃくちゃ向いてる人なんだろうなみたいなのすごい感じる。あ、そのね、こいつが言ってた鈍感なとこもそうなの。鈍感なとこも、あ、鈍感ですね、本当に、うん、まあ、鈍感に見せてるっていう、いや、かもしれないなんかじゃあ、こう、内から見た俺はこう自分にない視点を持っている、うん、いや、多分ね、わかんない、みんなにもないんじゃないかな。だからなんか、こう、内からしたら、うん、ちょっと変わった感性を持っててっていう、でも確かになっていうのがすごい多いから、うん、なんか変わってんなこいつじゃなくて、マジで、ああ、そう、鋭角の変化球みたいなのを、うん、なんかポンポン投げる感じ、うん、で、なんか納得はできるところもある。そう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 、だから、ああ、その視点はなかった。そうそう、なんか普通の人が勝手にかけてるリミッターみたいなのを、うん、なんかそもそも最初からなかったかのように扱ってくるというか、うん、そういうとこある。あ、そのなるほど、多分じゃあそれを自分の中で思っているのを照らし合わせると、うん、俺も普通、いわゆる大多数の人間が思う普通は多分俺結構持っているというか、うん、いや、そんなことないですよで、まあ、俺の視点だからで、だけど、うん、あのこうしたら嫌だろうな、うん、これやったらいいだろうなっていう気持ちはすごく分かった上で、うん、その側を取っ払ってやっちゃうみたいな、うん、それ大丈夫、やばいやつ、やばいやつっていうかいやでもそこは結構分かってるというか、うん、じゃあそうかな、だといいんですけど、分かってますよ僕は、分かっててやってますから計算ですよ、だといいんですけどねうん、でもそんな感じで、確かに、あ、そう、うん、画期的な人です。画期的な人初めてだよ、画期的な人なんだ私は。画期的な人だね、ちょうどいいバランスだな、画期的な人と地形が一番しっかりしてる人だから。
確かに俺もコウスケみたいなやつだったらもしかしたらうまくいってないかもしれないね。あの別でだからまあお前何言ってもそうなんだろうけどあでもねやっぱある程度優しいと。あ俺はもうそうだよね。僕とね二人とも優しいと思うよ。まあ確かにな。だがうん、なんかそういう面ではコウスケもそうだね。てか大人だな、建設的だなって思わないよ、お互い。確かに互いにさ、うん、嫌だなっていうことをちゃんとこう、あそうだね、じゃあやめようよとか、なんかじゃあそれはする必要ないよとか、うん、間違いないね。無理強いをしない、無理強いはしてないから多分ね、無理強いしてないからそんなにまあでもさ、まあまあ、若いうちってさ無理してガツガツやった方がいいんだけど、そう、ね、だからまあそれだからね25万なんだけど、まあ、でもまあ多分 それだからストレスもない。そうそうそう、本当にストレスもないね。まあ大事なんじゃないかね。間違いないかもしれないね。まあみんなには本当にだから言いたいのは、うん、本当にさっさと若いスーパーチャット投げるよっていうことですよね。伝えたい5周年の言葉はね、今だからみんな見えてこれを取っ払う瞬間のね、この瞬間で言わない方がいいんじゃないかなっていうの。壁を削る瞬間言いたくないんですよじゃあ言うなよじゃあ言うなよだから本当はいつも見ていただいて本当に感謝してます、ありがとうございますって思ってるんですよそういうことだよ、刺さんないよもうもうみんなに、みんなの、はい、あーあそうね、確かに大差や視聴者さんに。でもマジでコウスケの次に感謝してます、みんなには、うん、みんながいなかったらね25万人になってないし、なんかいい気分で普段日常生活を送れてないと思うんでね。そうね、それは本当にいつもありがとうございます。でこの動画でスーパーチャットスーパーサンクス投げてくれた方にはなお一層の感謝を伝えたいなと思いますね。あーそうね、そのなんか冗談とかじゃなくて、うん、なんか本当スーパーサンクスとかで、うん、盛り上げてくれてる人たちみんなもう、あえて名前とか言わないけどさ、うん、そのいっぱいいるじゃん極太の名物リスナーたち、はいはい、なんかみんなもそうやって楽しんでってほしいなというか、うん、一緒にね作り上げていくわけじゃないけど、そうだな、結構投げて一緒にわちゃわちゃするの楽しい、うん、慣れ合うって楽しいぜってスーパーチャットでないやでもそれなんか感じるよね、うん、ね、まあ毎日投げるとか、うんね、厳しいと思うけど、はい、なんか今日の動画面白かったなみたいな時は投げて、うん、俺ら結構覚えてるから、そうそう、あこいつ前も投げてくれたな、シンプルにやっぱ嬉しいよな、なんか価値を感じてくれたっていう気がしてて、うんうん、まあそのスーパーチャットじゃなくてもね、うん、コメントしてくれるとかな、あまあね、真面目に定期的に週1回ぐらいで2人で配信してますし、はいはい、そういったライブ配信も、ね、顔出してくれればな、うん、まあ全然都市伝説とか話しないんだけど、うん、確かにだからね、つまんねえおめえらの話なんて言って言ったら、まあ、そうかもしんないんだけど、うん、まあいいじゃないですか、いつも出してるからあ作り手の人ってこんな人たちなんだなみたいな、たまにはね、うん、だ今日の動画も多分ね都市伝説にしか興味ない人は見てないんでね、まあ、今これ見てる人は結構極太好きだって人たち、うんうん、まあ途中で飽きたりしてもまたなんかフラッとたまには見てみるかなって言ったら、うんね、意外と面白かったりするんで僕とね、これからもぜひ見ていただきたいなと思います。お願いします、お願いします。ってことでまあ、はい、5周年記念動画でした。はいねえ、こんなさスーツ着てジャケット羽織っていやでもいい記念になったんじゃないかなそうだね、面白かったです、面白かったです。また次回、10までやんないとこれ、いやーわかんない、来年またやってるワンチャンでやってるかもしんないしわかんないけど、また周年の動画で、はいはい、お会いいたしましょう、はい、さよなら、さよなら。じゃあ
まあ、5周年なんで、はい、で私からちょっとこいつマジで光一くんにお手紙をねしかも直筆で書いてきたんで最後読もうかなと思います。マジで、はい、ちゃんと書いてきました。ほらちょガチすぎるって。はい、ちょっと用意しね、思ってなかったでしょ。全く こういうものですよ皆さん。サプライズができる男モテるねこれ。それでは読ませていただきます。お願いします。手紙アンジェラーキって親愛なる高一、16歳で出会ってから10年が経ち、極太ダイナマイトを結成してからはもう早いもので5年が経ちますね。私が居酒屋で YouTube をやろうと誘い、2つ返事で引き受けてくれたのが極太の始まりでした。 YouTube のチャンネル登録25万人に成長できたこと本当に嬉しいですね。今思えば YouTube が軌道に乗るまで辛いこともありましたが、私は高一がいたから全て楽しかったです。バリ雑魂が飛び交う派遣バイトをしてきたこと、 TikTok がバンされたこと、狭い部屋で撮影もせずモンハンをして一日を終えたこと、高一が巨乳の美容師の胸がたまに当たる美容院に通ってたこと、どれも素敵な思い出です。カラオケボックスで夢を見ながら撮影していた極太ダイナマイトも大きくなりました。高一がいてくれたから今の幸せな毎日があるのだと本当に感謝しています。いつもすごい編集をしてくれて、確定申告を手伝ってくれて、そして10年私の悪ノリに付き合ってくれてありがとう。これからも私の悪ノリに付き合ってください。隣でいい加減にしろと笑いながら指摘してくるあなたが大好きです。まずは30万人目指して頑張りましょう。苦しい時はみんなが赤いスーパーチャットを投げてくれるはずです。苦しくなくても投げてください。極太ダイナマイト、コウスケ。泣きそうなぐらいの心の動きがあったんだけど、はい、ちょっと面白すぎた。ちょっと内容が面白すぎた、うんうん、やっぱね、感動にしたくなかった。ちょっとお涙頂戴をしたいわけだ。そうだよ、そうかそうか、だからか、だからだから、うん、ちょっと面白すぎた、ちょっと面白すぎた。なんか、うん、でもいい手紙だった。いや、いい手紙だった、なんかありがとうございます。捨てられないの、さすがに。あ、捨てていいよ。それは捨てていい。あ、でも、うん、この手紙を、うん、コウスケが高一に宛てた手紙っていうのを視聴者プレゼント。なんでだよ。なんでよ。この手紙を赤で、また皆さん、これ出ますから。出ねえ。ライブ配信で。出すなよ。出す出す出す。この手紙、コウスケが高一に宛てたっていう、うん、この手紙って持っててもしょうがないから、これは出ますよ。ライブ来てね。はい。ってことで。いや、わからんて。5周年動画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いい回でした。ありがとうございました。